かしげるか、はいはい、ちょっとブリコというか可愛いから、これを3回やったらよくできました。はい、確かに。でもさ、大河ドラマ出れなくなる。こっちに来てください。あ、ごめんなさい。食物繊維4回やったら、はい、すいません、ちょっと音取ります。登録入ります。飛行機の目で回ってほしいです。で、あの右左、はい、はい、そうです。で、神殿さん、ではもう食物繊維、はい、そうそう、結構上までよくできました。チェックします。少々お待ちください。よーい、キウイフルーツジッパー始まるよ。キウイフルーツジッパー始まるよ。噛みそうになりました。キウイフルーツジッパー、これラストです。あらつまえ、おい、かわいい。かわいい。チェックします。少々お待ちください。はい、ラスト。食べたよ、さっき。大丈夫ですか？ね、キラキラ。ね、いいな、いいな。パター。かわいい。OK です。 OK、 じゃあ一緒にです。ありがとう。じゃあ、ポイント4。バイバーイ。また会えるかな。完璧です。OK です。ありがとうございます。じゃあ、キールド戻ります。はい。林田さんは少々お待ちくださいね。今ちょっとカメラ設定します。かわいい、前に出てくる。せーの、かわいい。はい、いいですね。すごい。はい、挑戦できたら間もなく。はい、大丈夫です。みんなに拡散してみて。はい、せーの、かわいい。どうかな。はいはい、いい感じです。拡散してみてねの動き、もう少しだけ確認やっちゃいましょう。はい、一回お直し入ります。せーの、はい、OK です。ありがとうございます。完璧です。素晴らしい、ありがとう。一番が来る分には映るから。今一応下がっちゃってカメラアウトしちゃったんで。毎日あげるシャツの右に回、カット、カット、はい、カット。ビタミン B6、 ビタミン E、 ビタミン K、 ヨサトテスカリウム、マグネシウム、食物繊維。 B6、 ビタミン E、 ビタミン K、 ビタミン C、 ビタミン E、 ヨサ、ビタミン C、 ビタミン、はいはい、イエイ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 。
キウイフルーツジッパーっていう自覚を持ってください。キウイフルーツジッパー。キウイッパー。ビタミン C、ビタミン B6、ビタミン E、ビタミン K、ヨウ酸、銅、鉄、カリウム、マグネシウム、食物繊維。やばい、歌詞完璧。はい、10種の栄養素なんですが、大事、大事。おい、はい、じゃあそれでは回してください。回りました。回りました。トラック1、いきます。せーの、ありがとう。なしなしなし、なかったなかった。テイク、テイク、すぐ行きますよ、皆さん。せーの、すごい、すごい可愛かったからもう一回やしてください。後半全部違いました。本当にごめんなさい。それ今鏡で踊ってこっち見て。大丈夫です。メイキングが今美味しい絵撮れたんで。すみません、もう一度お願いいたします。左、右、左、右、はい、カット。できた、できた、OK です。イエーイ。やめかカチカチやめろ。気抜けてるやん。気抜けてる。すいません、気抜けた、気抜けちゃった。気抜けちゃった。今のカットを持って本日撮影終了です。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様でした。めっちゃ可愛い。このものいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい、嬉しい。この振り付けがポップですごく楽しかったです。お気に入りのポーズ、お気に入りのポーズは、でもなんか私があの踊ってるところで、あのキウイ、キウイのって言ってるところでこうやってやってるんですけど、これがなんかキウイ2つ持ってるみたいな感じで可愛いなと思いました。めっちゃ食べるんです。でしかもこのキウイをすごい食べてて、でなんかおばあちゃんが幼い頃にヨーグルトとかに入れて毎回朝とかに出してくれたりとかしてたので、思い出のキウイなのでお仕事できて嬉しいです。あ、なんかすごいキャッチーなあの今回の楽曲だなと思って、振り付けもすごくなんか踊りやすい、覚えやすい振りだから、みんなも真似してほしいなって思いました。あ、お気に入りのポーズ歌えば、あ、でもアゲリシャスアゲリシャスがこの子でやるとこうこうこうなんですよ。だからこれが可愛かったです。アゲーって感じでアゲリシャスです。もうめっちゃ食べてます。あのキウイといえばデスプリさんをあの本当に食べてるし、フルーツ大好きで朝よく家族でゴールドもあの普通のキウイも両方食べてるので、今回めっちゃ嬉しいです。すごいなんかフレッシュな感じでなんか弾けてて、すごい楽しかったです。お気に入りのポーズですか？やっぱこれですか？これはなんか W とキウイの K と W のポーズらしいです。教えていただきました。なんかダンス緊張してたんですけど、グリーンとゴールドが隣でなんか大丈夫だよみたいな手をやってくれてて楽しくできました。お気に入りのポーズ、なんかあのみんなで踊るとこのこういうやつがかっこよくてお気に入りです。
めっちゃ食べます。私キウイ大好きでめちゃくちゃキウイ食べるんですけど、なんかディスプリのキウイしか知らない、なんかいつもあるやつっていう、いつも食べてます。お気に入りのポーズは拡散してみてね、なんか言ってでやるところがすごく可愛くて好きだなって思いました。めっちゃ食べます。朝に食べる、ヨーグルトと一緒に食べたりしてます。健康の秘訣だ。健康の秘訣は朝ごはんをしっかり食べることです。すごい楽しかったです。あのよくあのスーパーに行くとあのこの2人見つけてたので、すごい今回一緒にあの踊れるってことが夢みたいで嬉しかったです。なんか毎日おいしいしってこれかわいいなと思いました。キウイは大好きです。あの実家に帰った時にあのお母さんが出してくれたりとか、やっぱ給食でも食べてたりして、あの近くのスーパーにももちろん置いてあるので、たまに買って帰ったりします。なんか思ったよりあのかっこいい振り付けだったので、あのちっちゃく踊るのが難しかったんですけど、私たちなりに可愛く踊れたと思います。ビタミン C、ビタミン B6 のあの B6 のここのシャキンっていうポーズがなんかハットかぶってるみたいでかっこよくて好きです。めっちゃ食べます。なんか私たちやっぱフルーツジッパーっていうグループ名なので、あのいろんな方から差し入れでフルーツいただくこと多いんですけど、なんかキウイってめちゃくちゃさっぱりしててあの元気になる味してるので結構キウイは争奪戦です。早くなくなること多いです。キウイフルーツジッパー始まるよ。こんにちは、私たちキウイフルーツジッパーです。はい、今回あのお話をいただいて、みんなあのフルーツジッパーっていうだけあってフルーツがすごい好きでいつも取り合いになるんですけど、今日はたくさんあのキウイブラザーズのお二人に囲まれて、こうフルーツな世界観でたくさん可愛い踊りとか一緒に踊れてめちゃくちゃ楽しかったです。なんかすごい2人とも個性があってすごい可愛かったなって思いました。キウイブラザーズ あの毛並みを整えてあげたのがすごい思い出です。仲良しになれた ね、 ね、 れたよね。ありがとうございます。はい、なんかやっと私たちもあのフルーツ界の仲間入りができたなっていう喜びに満ち溢れてました。はい、私は幼い頃からちょうどこのキウイブラザーズ食べてて食べててあのおばあちゃんがよくヨーグルトとかに入れて毎朝出してくれてた思い出があります。小さい頃から食べてます。はい、私はとにかく睡眠をあの重視していて、あの寝る時間やっぱりあのゴールデンタイムっていうものをすごい意識してあの睡眠してます。5本指ソックス
確かにめっちゃ入ってるよねなんかあの体を温かくするのがいいってよく健康方法でも聞いたりするから、5本指ソックスよく履いててマナフィーにもあのプレゼントクリスマスプレゼントで前もらいました履いてます。それは普段履かれて寝るとき、寝るときとかでもなんかライブのときとかは穴開いちゃうから履いてないんですけどなんか私生活とかは重ね履きしたりしてます。全然見てないんじゃない全然巻きまでしてるんだめっちゃ熱くない？知らなかった。そう、私めっちゃスーパー銭湯に行きます。なんかあの私がお気に入りでよく行くスーパー銭湯のあの上のところ、なんか天井の上に看板みたいなのがあるんですけど、そこにはあの週 2,3 回の炭酸泉に入ってくださいみたいなことが書いてある、健康のためにから健康のために行ける範囲で行ってます。私神社とか自然がすごい大好きなので、こうなんか本当緑に囲まれたところに行くのが、何でしたっけ、ご褒美、ご褒美です。ご褒美ご褒美ご褒美です。ご褒美です。しかも今ボケじゃなかったよね、ナチュラルに間違えた。ご褒美です。ルナは、いっぱいお洋服を買うことでご褒美だなって思ってます。めっちゃ買います。欲しいお洋服とか靴とか帽子とかたくさんあるので、いつも大量に買って満足してます。私はお友達と遊ぶことです。もうずっとおしゃべりして、なんかお仕事がない日とかは帰ってもその後電話でおしゃべりしてとかがご褒美です。私はお友達と岩盤浴に一緒に行ったりして、なんかホッとする時間を作るようにしてご褒美にしてます。今回ゼスプリさんの本当にあの美味しい美味しい、そして健康的なこのキウイをたくさんみんな食べて、ニューかわいく健康になりましょう。やりましょう。やりましょう。